応急危険度判定士とは、大規模災害発生である大地震や余震により、被災した建築物を調べ、その後に発生する、さらなる余震などによる、倒壊の危険性、外壁、看板や窓ガラスなどの落下、付属設備、機器の転倒、落下などの応急危険度判定を行うことのできる資格を持った人のことである。人命に関わる二次的災害を防止する判定を、 行う。2009年3月末時点では、日本全国で、応急危険度判定士は10万2612人にいる。応急危険度判定士になるために、以下の要件を満たす必要がある。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震から9日後の3月20日に、建物に貼られた判定ステッカー、応急危険度判定士が行う。 応急危険度判定は、被災した市町村に設置された災害対策本部からの要請によって実施される。その際、応急危険度判定士は、ボランティアとして建築物の被災状況の応急危険度判定を行う。なお、応急危険度判定は、判定士が二人一組となって、建築物の外観を目視し行う。判定後、調査済み、要注意。 危険のうちのどれかを見やすい箇所を判定した建築物に掲示し居住者をはじめとした一般人に状況を知らせる。なお、危険が出た場合は立ち入り禁止となる。ありがとうございます。